諦めずね繰り返していけば時間がかかっても確実に伸ばしていけるものだと思いますので、自分よりベンチプレスをしっかり上げている人、体を作っている人にいろんなねアドバイスもらいながらやっていけば必ず上達すると思いますので、ぜひ諦めずに頑張ってください。こんにちは、ピースモノヤマです。今日のテーマなんですけども、マックス重量を伸ばすベンチプレスに挑戦です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、高重量を使う日になっております。でマックス重量を伸ばすための挑戦なんですけども、まあ、人間にはね、側筋繊維と恥筋繊維っていうのがあって、まあ人によってね、その割合違うんですけれども、どうやら私の上半身のね、胸周辺に関しては、側筋繊維が多いように、私自身感じています。まあそれをどこで判断するかっていうところのポイントがあるんですけれども、私の場合、一発に結構強いんですよ。普通、例えば100キロが一発だとしたら、じゃあその 80%、80キロ10発上がるとか計算ができるんですけども、まあ変な話ね、私の場合、仮に一発で100キロだとして、もう80キロで、2、3発しか上がんなかったりするわけですよ。何を示すかっていうと、側筋繊維が強いので、あんまり回数できないんですよね。逆に、恥筋繊維が多い人だったら、80キロで10回できた時に、100キロが1回も上がらないっていうことなんかもあるんですよね。で、今回チャレンジするのは170キロね。これ1回も上げたことがないんですけども、これにね、どこまでいけるかっていうのを、本気の、マジガチですね。チャレンジしていきたいと思います。もしかしたら潰れるかもしれないし、もしかしたら成功するかもしれない。もうこれはね、ほんとわからないです。わからないんですけども、この170キロ上げるためのトレーニングメニュー構成を行って、確実にね、上げていけるように集中してやっていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。では、始めていきます。はい、というわけで、ですね、まあ最後、失敗ですね、残念ながら。しかもね、やって気づいたんですよ。うち 167.5kg までしかないっていうね。まいった。ちょっとね、150キロの時点ではちょっと重いなと思ったんですよね、今日は。まあでも今日も怪我なく終えることができました。実はですね、ちょっと撮影するの忘れたんですけど、前回、まあこの前の前の前かな、高重量やった時に 167.5 上がったんですよ。だから今日もいけるかなと思ったんですけど、まあいけるかなっていうか170やるつもりでね、やったんですけど、ちょっとね、ダメでしたね。いや、悔しい。だから私のマックスが今 167.5 っていうことで決まりました。現在ね、現在 167.5kg です。なのでこれより軽い重量で、どこまでね伸ばしていけるかが今後の勝負になると思います。そこでやはり重要なのが怪我をしないっていうことですね。ベンチプレスをやってる人でありがちなのはやはり肩の痛みが一番多いと思うんですよ。
私自身も肩の怪我をしてしまって2年間棒に振ってしまいました。この間当然ながらベンチプレスあまりできなかったですし、無理してやった時もあったんですけど、やはり怪我を繰り返してしまったので意味がなかったんですよね。結局ね、その2年間は、まあ、ダンベルフライとかもね、だましだましやってきて、胸のボリュームとかも落ちてきてしまって、もう本当ね、悔しい時期を過ごしたわけですよ。だから痛い時は無理しないで、で、痛い時ってね、フォームすごくずれてる時多いんですよね。以前アップしたベンチプレスの動画なんか見てもらうとわかるんですけども、私は結構、頭がね、右に寄るのかな？かなりね、右側に寄ってしまうんですよ。無意識のうちに。自分ではね、こうセンターに合わせてるつもりなんですけど、ですので、今日は、まあ、毎回ね、上からのカメラのチェックと、あとは自分自身でもかなりね、左寄りの意識を持ってやっていったところを、全部センターできたかなと思います。で、ベンチプレスってすごく難しいじゃないですか。なんでこんなに伸びないんだろうっていうふうにね、すごく悩んでる方もたくさんいると思うんですけど、ベンチプレスって私自身もやっぱり同じ悩みがありました。まあ今もね、当然もっと伸ばしたいからあるわけなんですけども、例えば100キロって私が若い時って当然上げれると思ってなかったんですよね。ただ、もうくじけずっていうか、毎回ベンチプレスの練習に励んでいった結果、どうにかね、100キロの壁を越えることができて、で、その後もね、120までは行ったんですけど、そこで怪我したんですよね。怪我して、で、治って、また怪我して、その時も4年ぐらい、やっぱできなかったんですよ。そこからどうにか一気に140まで持っていくことができて、この数年間ね、まあ、一昨年か、2年前に 167.5 っていうのが達成できて、で、痛めて、で、またようやくね、167.5 まで戻ってきたんで、だいぶ遠回りしてるんですけれども、諦めずね、繰り返していけば、時間がかかっても確実に伸ばしていけるものだと思いますので、やはりね、自分の弱点、フォームが悪いのか、それとも根本的にトレーニング量が足りないのか、トレーニングしすぎなのか、栄養が足りないのかってもろもろあると思うんですけれども、自分なりにしっかり反省点を見つけたりとか、自分よりベンチプレスをしっかり上げている人、体を作っている人にいろんなね、アドバイスもらいながらやっていけば必ず上達すると思いますので、ぜひ諦めずに頑張ってください。私の動画もその一環としてね、アドバイスの一つとして参考にしていただけるとすごく嬉しいです。あと皆様からのね、コメントだったりとか、メッセージっていうのはすごく嬉しいです。はい、励みになります。もう言ってしまえばね、私も素質があるようなタイプではないので、もう地道に努力し続けるしかないんですけども、まあ、こうやってね、素質がない人間でもコツコツ積み重ねることによって成果が出せるぞっていうところですね、皆様にお届けできれば嬉しいなと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。私のこの YouTube ではトレーニング初心者から上級者向けての動画配信をしております。もしこういった動画を見たいっていうことがありましたら、ぜひコメント欄にメッセージをですね、お気軽にくれると嬉しいです。動画の内容としましては、栄養サプリメント、トレーニングを中心に公開しております。この動画が参考になった、私と一緒にかっこいい体をつけたいっていう方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、熊切あさみさんなどのトレーニング様、インスタグラムに載っておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。私が開発している最高品質のプロテイン、ゴールデンダスト、最強の脂肪燃焼サプリメント、ビジョットゼロ、こちらはね、下の概要欄から購入することができますので、よかったらこちらも購入してみてください。今回もありがとうございました。